はい、こんにちは。今週も8 weeks ヒットチャレンジ一緒に頑張りましょう。今週のヒットチャレンジもこちら、私の初書籍、なかなか痩せない人ほど脂肪がどんどん燃える燃焼系ヒットダイエットの中から、今週はセルライトもスッキリ全身超燃焼コースを一緒にやっていきたいと思います。それではお水とタオルを用意して、さあ始めます。はい、それでは始めていきましょう。まずは足を揃えて、右足を横にサッと出して、サッと戻す。お尻を少し後ろに出すように。そうそうそう。8 weeks ヒットチャレンジは20秒間のエクササイズと休憩を繰り返していくインターバルトレーニングです。一つのコースが約5分くらい、これを3セット繰り返していきます。今度は足を反対側に出しながら、全身超燃焼コースの今回は全部で8種類のエクササイズを一緒にマスターしていきましょう。初心者の方はまずは1コース5分くらいを週3回から始めてみてください。まだいけるよという方は2セット3セットと一緒にやっていきましょう。今度は足を左右交互に出しながら、週の真ん中にインスタグラムのライブ配信にて、私もその週のエクササイズを皆さんと一緒にやっていきます。ライブ配信のスケジュールに関しては下の概要欄からチェックしてみてください。はい、それでは始めていきましょう。それではまず足を肩幅に開いて、つま先は楽に向ける方向に、腰を下ろしたらスタッと立ち上がる。そうそうそう、スクワットからしていきます。腰を下ろせる方は結構下の方まで下ろしてみて、そう、スピーディーにサッと。まだ下ろすのが早くできない方はお尻を後ろにちょっと出す感じでサッと起き上がってみて。うん、 OK、 いいよ。今20秒間エクササイズをしたので、次の20秒までの間に次の準備をしていきましょう。次は今と同じ足幅のままジャンプしていきます。うん、吸って吐いて、下からジャンプ。そう、腰を下ろした時に手を前に持ってきて、思いっきり振りながら高く高くジャンプしてみて。そう、着地する時は膝をしっかり曲げて。そう、いいよ。はい、OK。うん、頑張ったね。できてるよ。うん。足が少し熱くなってきたね。吸って、吐いて。今度は両手をつきます。足を伸ばして、手の横に足を歩かせていきましょう。ポン、ポン。前を向いたら、もう一度手をついて戻す。左右交互に、足を手の横に歩かせて、さっと戻す。いいよ、その調子。はい、 OK。 うん、低い姿勢で結構キープするって大変だよね。よく頑張ったね。吸って吐いて。そしたら次はさっきのジャンプを下で2回バウンドしていきたいと思います。はい、腰を下ろしたら下で1、2、そう、2回バウンドしたら一気にジャンプする。そう、いいよ。思い切り高くジャンプして、着地するときはドテーンといかないで、優しくゆっくり着地して。はーい、 OK。 うん、頑張ったね。吸って吐いて。いいよ、その感じ。今度はマウンテンクライマー。両手をもう一度ついたら足を伸ばす。今度は膝を肘にキック。そう、腰が反らないように背中に丸みを作って、お尻の穴は閉めたまま、お腹を小さいままキープして動かしていくよ。あとちょっと。はーい、 OK。 うん、頑張ったね。吸って
いで。気持ちいいね。うん、あっという間にもう半分以上来てるよ。そしたら今度は両手をついて、さっきの足の横に歩かせたらジャンプ。そう、いいよ。足の横に歩かせたらジャンプ。もう一度両手をついて前を向いたらしっかりジャンプ。ポン、あと一回ポン。 OK。 うん、あっという間に終わったね。心拍数も上がってきたね。吸って吐いて。そしたら今度は両手をついてスパイダー、外側から膝を肩に向かってキックキックキック。そうそうそう、脇腹をぐっと小さくしてくるのいいよ、その感じ。お尻が降りたり上がりすぎないように気をつけて。はい、 OK。 うん、頑張ったね。あと一つだよ。吸って吐いて、その調子。最後は足を大きく開いて腰を下ろしたらジャンプして閉じてくるよ。もう一度開いたらスクワット。そう、ジャンプしたら閉じる。その調子。お尻を後ろに出して、そう、膝が前に出すぎたりしないように頑張って。はい、 OK。 あっという間だったね。これでもう1コース1セット終了したよ。呼吸を整えて。初心者の方はまずはこの1コース1セットを週3回やってみてください。まだいけるよという方は水分補給をしてから2セット目3セット目とやっていきましょう。はい、じゃあ水分補給して。ふぅ。吸って吐いて。うん、気持ちいいね。そしたら2セット目の準備をしていくよ。もう慣れてきてる子はスピードアップしてやっていくよ。はい、スタート。スタッと立ち上がって、そうそうそう、自分の中の一番速いスピードで頑張ってみて。ジャンプするぐらいにサッと立ち上がるの。お尻を後ろに出していいよ、この調子。はい、 OK。 早くできたね。吸って吐いて。すごい目がクリアになってきたね。今度はジャンプだよ。足を開いて腰を下ろしたら手を前から下に向かってジャンプ。そう、いいよ。高く高く綺麗にジャンプしてみて。着地するときも音がしないぐらい優しくゆっくり下ろしてあげるの。ふう、あとちょっと。ふう、はい、 OK。 頑張ったね。吸って吐いて。うん、気持ちいいね。今度はプランクから足を横に歩かせていくよ。手をついて準備してスタート。さっと前を向いたら両手をもう一度ついて、そうそうそう、スピードアップできる子はスピードを上げてきてあとちょっと。はい、 OK。吐いて。気持ちいいね。呼吸を整えてって。次はバウンドジャンプをしていくよ。足を開いて準備して腰を下ろしたらバウンド。
ポンポン。そうそうそう、いいよ、跳ね返るようにバウンドして、高く高くジャンプするの。着地するときは優しくゆっくりとバウンドして、うん、オッケー、頑張ったね。吸って吐いて、呼吸を整えてって。うん、できてるできてる、その調子。今度はマウンテンクライマーだよ。両手をついて準備して、スピードアップして、キックキック、そうそうそう、膝を肘に向かってキック。腰が反らないように、お尻が上がりすぎないように気をつけて。できてるできてる、その調子。うん、はい、オッケー。うん、頑張ったね。いい音な感じ。汗出てきたね。呼吸を整えてって。ふう、今度はプランクからジャンプしていくよ。スピードアップしていこう。ポン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 、サッとジャンプ。そうそうそう、サッと出したらすぐに足の横に戻してみて。サッと、はい、オッケー。頑張ったね。呼吸を整えてって。あっという間だよ。次はスパイダー。脇腹をギュッと締めていくよ。両手をついて準備して、横からキックキックキック。自分の中で一番速いスピードを頑張って。そうそうそう、そう、綺麗にね。ふっふっふっ、息を吐きながら、いいよ。はい、頑張ったね。吸って吐いて、あと一つだよ。これでもう2セット目も終了。呼吸を整えてって。足を大きく開いて、下から、はい、閉じてジャンプ、開いてスクワット、お尻をしっかり後ろに出して。いいよ、胸が下を向かないようにしっかり前を向いて。あとちょっと。はい、オッケー、頑張ったね。吸って吐いて、これでもう2セット終了したよ。2セットまでで十分っていう方は、まずは2セットまでを週3回やってみてください。まだあと1セットいけるよっていう方は、呼吸を整えてから水分補給をして、最後のセットを一緒に頑張っていきましょう。はい、じゃあ吸って吐いて、ふう、はあ、気持ちいいね。そしたら最後のセットを準備していくよ。気持ちよくなってきたね。じゃあスピーディースクワットから、はい、スタート。さっと立ち上がって、そう、お尻を後ろに出したら思いっきりジャンプするように、さっと立ち上がるの。うん、いいよ、その感じ、頑張って。あとちょっとだよ。はい、オッケー、頑張ったね。慣れてきてる。呼吸を整えてって。そしたら次はジャンプしていくよ。下から、手を前から下にポンポンポン。楽しくなってきたね。
露天乗りやないように気をつけて。お尻を後ろに出しながら優しく優しくジャンプ。さあさあさあはい、オッケー、頑張ったね。できてるよ。呼吸を整えてって。気持ちいいね。今度はプランクからスクワットしていくよ。両手をついたら、はい、横に歩かして前を向く。早くできる人はスピードを上げてってその調子。そう、しっかり前を向いて。胸が下を向いたままじゃなくて前を向いてからもう一度戻すの。はい、 OK。 吸って吐いて。気持ちいいね。今度はバウンドジャンプしていくよ。下の足を開いたら2回バウンドしていくよ。1、2。そうそうそう、跳ね返るように優しくバウンドして、お尻の筋肉をいっぱい伸ばしていくの。立ち上がるときは思いっきり手を振ってはい、 OK。 頑張ったね。呼吸を整えて。気持ちいいね。今度はマウンテンクライマーだよ。両手をついて、膝を肘に向かってキックキックキック。はい、ダッシュできる人はダッシュして。そう、中心が足の方に行かないように気をつけて。そう、肩の真下に手首をキープするのあとちょっと。はい、 OK。 頑張ったね。吸って吐いて。気持ちいいね。今度はプランクからジャンプしていくよ。はい、じゃあもう一度手をついて足を伸ばしたら、そう、プランクから足を手の横に歩かして、ポン。スピードアップできる人は自分の中で一番速く頑張ってみて。あとちょっと。はい、 OK。 あと2つだよ。頑張ってきたね。呼吸を整えて。今度はスパイダー、脇腹を小さくしていくよ。はい、スタート。そうそうそう、脇腹をぐっと小さくして。そう、息を吐きながら、ふっふっふっ、お腹の奥から筋肉を使っていくよ。ふっ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 、はい、オッケー。気持ちいいね。呼吸を整えて。次でラストだよ。足を大きく開いて準備して、腰を下ろしたら、はい、閉じてジャンプ、開いてスクワット。そう、下が浮かないようにまっすぐ胸を前に向けて。そう、お尻を後ろに出していくの。いいよ、頑張ってきたね。あとちょっと。はい、オッケー。よく頑張ってきたね。呼吸を整えてって。気持ちがいいね。いいよ。そしたら足を大きく開いてきて、両手を開いたら、そう、どちらかにぐーっと傾けてみて、脇腹を伸ばしていくよ。手のひらは下に向けて、呼吸を整えてって。
ちゃん戻してきて、今度は反対の脇腹をぐーっと伸ばして、伸びている手は遠くの方に引っ張られるように、脇腹をぐーっと、脇の下をぐーっと伸ばしていって、胸が下を向かないで、まっすぐ前を向けたまま、気持ちいいね。呼吸を整えて、はい、ゆっくり起こしてきて、そしたら左側を向いていきましょう。膝をついたら両手を左足の上に乗せて、また下をぐーっと伸ばしていこう。気持ちいいね。手が離せる人は右手をぐーっと上に、天井に向かって伸ばしてみて、いつもより柔らかいね。はい、じゃあゆっくり手を下ろしたら、お尻を後ろ足に乗せて、そのまま上体を前に倒していく。そしたら足を交代していきましょう。右足の上に両手を乗せて、また下をぐーっと伸ばしてくる。大きく吸って、離せる人は左手を離して天井に向かってぐーっと伸ばしてみて、呼吸が落ち着いてきたね。ゆっくり手を下ろしたら、お尻を後ろに、今度は右足の太ももの裏、お尻までぐーっと伸ばしてあげて、ゆっくりと起こしていきます。今度は両足を捉えて立ったら頭を下にかけて、腕の肘と肘を掴んで、だらーんと力を抜いていきます。脇の下が伸びるのを意識して、そしたら右側に少し傾けて、そう反対、左右に揺らしていきましょう。はい、じゃあ真ん中で止まったら、背中を丸くしながら、頭が最後になるようにゆっくりと起こしてきて、はい、OK。 そしたら大きく深呼吸をしていきます。吸って、長くゆっくり吐いてきて、そしたらもう一度両手を大きく上に伸ばして、吸って、ゆっくり長く吐いてきて、はい、お疲れ様でした。それではこれを私3回一緒に頑張りましょう。今週のライブワークアウトは7月4日木曜日夜9時から一緒にやっていきます。それではライブワークアウトでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。